イイということで今回もやっていきたいと思います。さあそれじゃあこっから南の方に行けば倒れとった浜辺って言ったよね。何びっくりした。やめてよー。まあ、でも一応今盾持っとるけん。あれか。盾持っとるけん一応ガードすることはできる。砂浜はこっち。ギャー跳ね返すことはできないのね。なに、ちょ、びっくりするんやけど。待って、どこ行けばいい。なに、あ、盾使ったら押せる。あったー、私の剣。なに、あ、袋。坊やがその剣の主か。おほう、なるほど。魔物どもが暴れ出すわけじゃ。風の魚の目覚めを告げる使者が現れたのじゃからな。風の魚を起こさねば、その使者は島から出られるのか。閉じ込められた。ほっ、村の北にある不思議の森まで来るがよい。待っておるぞ。でも一応これで武器が手に入ったけん。怖い。なくした剣を手に入れた。名前入りだから間違いない。なんなん、すべての名前書いとん。偉すぎ。これで敵を攻撃できるぞ。B で振り回そう。おー、いいね。これは、できんのかわいい。おー、いいね。これでルピーが手に入るようになったやん。盾を構えつつ、容赦、なるほど。あいつもちゃんとやっつけられるのね。ね、バナナなっとる、バナナ。美味しそう。これももしかして。あ、やっつけれるんや。ごめんね。何にも危害加えてきてないのに。怖い。全然ルピー落としてくれんねんけど、びっくり。あれ、なんか目印みたいなのある？全然私には見えてないんだけど。とりあえず、村の北、あ、でも村の中でさ、なんか、入れる場所結構いっぱいあったやん。てか、こういうところさ、多分、ルピーとかあるって。ないー。ないー。くっそ。子供のすぐ後ろで。剣を振り回す危ない音の、びっくりやめてよ。この辺とかね、この辺とか絶好の、お金儲けポイントだと思うのよ。ほら。いい感じにルピーが。イェーイ。あれ？あれ？マリンあんなところに出とる。なにこれ？秘密の貝殻を手に入れた。何に使うんだろう。でもああいう風にわざわざ持ち上げるってことは何かしら大事なものってことかな。ね、マリンがあっこにおるよ。どうしたの？お、やっほー。あ、アイナ、タリンは森やキノコ取りに出かけちゃったの。私は歌うのが大好き。聞いて、風の桜の歌よ。もうなんか歌い出した。歌い出した。え、てかさ、なんかタリンとかって名前呼びやけど、親子ではないの。違うんかな。ここがすごく気になるんやけど。あ、すごい、ちゃんと、え、復活早くね。え、草の復活早くね。怖い。なんかめっちゃ怖い。ちょ、待って、あれ。今14ルピーか。ほら、見て。これで入れるようになった。これ、緑のやつはね、1個1ルピーなんよね。あ、敵。一個1ルピーにしかならんけんさ。でも草の復活早すぎて。ほら、あった。あの、欲しいって言った。四つ子のママーシャが。流行りのゲーム一回10ルピー。一回だけやってみよう。ボタンを押してクレーンを動かす。あとはそのタイミングだけ。さあ、ボタンの前へ行っとくれ。頑張ってね。よっしゃ。この一回で取れたりせんかな。
もうちょい斜め右なような気がする。いやでもこれ近いしさ、行けたりとか、行けそうじゃない？ちょっと、おお、やった、一発ゲットなんやけど、嬉しい。え、てか、その横のさ、ハートのかけらも欲しいんやけど、でもお金が足りないの。遊びたいときはいつでも声をかけてくれ。やった。ママアシャに渡しに行こう。ヨッシーだ。この頃いろんなゲームで見かけるな。そうなんや。ふふ。うお、びっくりした。何？それ、ヨッシー人形だ。兄ちゃんすっげえな。いいな。うちの母ちゃんが欲しがったんだよな。もう、あげてよっていう。あげてよっていう視線が。あげるよ。ちゃんと私に行きますよ。さてさて。さあほら、ヨッシーの人形よ。あら、そのヨッシーの人形をこの子にプレゼントしてくれるのかい？いいよ。てか、そんな赤ん坊、別にさ、あれじゃない？まだまだ多分、何が欲しいとか、そんなんないと思うんやけど。そういう細かい指定みたいなの。まあ、ありがとう。優しいね。そうだ、代わりにこれをあげよう。なになに？お、ヨッシー人形とリボンを交換した。これも交換できるかも。ブツブツ交換。これあれじゃない？キャンキャンじゃない？ねえ。絶対そうやけん。さあ、ちょい、キャンキャンのところに行こう。ずっと歌いやるわけじゃないんやね、君。キャンキャン、キャンキャン。どうも。私、おしゃれが大好き。ピチピチボディのキャンキャンよ。いやー、そのリボンめっちゃ可愛い。ドッグフード取り替えてよね。いいよ。ラッキー、ありがとう。じゃあ、ドッグフードと交換ね。普段ドッグフード食べようかな、キャンキャン。リボンとドッグフードを取り替えた。ビーフがたっぷりだ。気に入った？キャン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 。もう言葉を喋らなくなってしまった。さあ、それじゃあ、噛みついてこなくなった？あ、ここにも入れるようになったやん。あ、ハートがいっぱい出てきた。もったいない。まあでもすぐに復活するかな。え、大丈夫？ハートなくならない？ああ、こんなところに！ハートのかけらを手に入れた。プラスでアイテム画面を開けば確認できるよ。アイテム画面。あ、ほらほらほら。ここに、ハートのかけら4つ集めればハートの最大値が増える。まだ4分の1やけんね。頑張って集めよ。階段を使ったはずなのに、全然違う方法で帰ってきたような気が。で、この先？不思議の森。危険！森ブリン大発生中！しかし私は今や、剣を手にしたから。なんか急に薄暗い。あ、袋？来たー。不思議の森にようこそ。目覚めを告げし勇者だな。この島はコホリントという地図には決して、ならぬ島じゃ。荒野の世界と地と違う断りで成り立っておる。島から出るのは無理じゃの。無理とか言われましても。コホリント島を治める神、風の魚が眠る限り、外への道は開かれぬ。ところで村南のテールのホラーな見たか？見てない。この森にある鍵を持って、テールのホラーなに行くかよい。風の魚は見ておるぞ。ほっほ、ほっほ。見てるんだったら助けてよ。風の魚は眠ってるの？じゃあ見てないやん。モリブリンやね。うわ、なんか思ったよりいっぱいおる。へ、こっちには盾というものがあるんだ。普通に攻撃当たったんですけど、ん？看板があった。なに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 ？ほら、看板。ひび割れ床に注意。重たい人は乗らないように。大丈夫。身軽だから。多分、ずっと乗っとったら、あー、危ない。あー、ハートー！満タンじゃなかった。キャー！これどうやって取るんやろ？押せない。あ、壊せる！マジで？でも壊してもこの岩が、結局、取れねえじゃねえか。危ね。もういけない！
おい、いけた、いけた。おお、びっくり。なるほど。ああいう、際どい感じでもいけるんやね。あれ？私、ハート回復した？これは、あ、押せる。え、でも、あれは？ん？これは、取れない。取れない。あれ？同じ場所？いや、違う。なんか、キラキラ光るキノコ。出ていい。出ていい。出ていい。うん、違う場所っぽいね。痛い。やめてよ。なんかどこかしらからルピーを。はっ。ヘイ。ああやめてよ、そういう二人がかりとか。ずるい。お前は飛び道具を使うんじゃないよ。ヘイ。ヘイ。今だ！よっしゃー、回復。んで？あっこは穴が開いてるし。キノコを拾った。芳醇な香りが鼻の奥に広がる。芳醇な香り。ん、もうこここれだけかな。でもこのキノコはきっと重大なものに違いない。あ、これよ、これ。こいつは重いぞ。素手じゃ無理みたいだ。何かしら、手袋がいるんかな？え？ 2 回は押せないだって？ということはだ。間違えたな。ちょ、待って。パズルとか苦手なんだよ、私。やめてよ、そういうの。あ、これでいけるね。はい。オッケー。何回でも敵が出てくるからな。キャー！あ、怖い、めっちゃ怖いんだけど。待って、ここ。足場を確保。よし。あれがな、取れんのよね、宝箱。なんかあれやね、似たような場所がいっぱいあるんかな。まあ、不思議の森っていうぐらいやけん、迷わせたりとかするんやろうか。痛い痛い痛い。やめてよ、へい。は、ここ。よいしょい。痛い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 、もう。痛い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 。あっこもなんか岩が岩に囲まれとっ、お大妖精。傷と疲れを癒しましょう。少しの間目を閉じて。てか大妖精、あれやね。あ、そっか、これがなんか、リメイク版になっての変更点の一つで、大妖精がなんか、常に姿を表した状態。最初から。っていう感じらしい。おー、びっくりした。へいへい。来いよ来いよ。私が穴に、あ、いてててて。お、落ちてった。お、落ちてったぞ。ここは一体どこなんですか？どこにテールの鍵はあるんですか？今のところキノコしか見つかってないんですけど。一周して戻ってきたらまたなんか敵が復活してる。なにこれ。力のかけらを見つけた。なんだか力が湧いてきた。おー、燃える燃える。いけいけいけ。痛い。こっちなんか穴開いとるし。え？で？こっちは？こっち行ってない方？あ、すごい。一発でやっつけれるようになっとる。いていい。うわ、すげえ吹っ飛びやん。コリント平原、ああ痛い。ひどい。そっか、こいつは攻撃しちゃいかんやつやっけ。え、鍵は？なんか、怪しげな。どうも、でもなんか、あれやね。愉快な音楽流れよるね。おうおう、それは寝ぼけ竹じゃ。3秒でいいもんを作ってやろう。寝ぼけ竹？さっきゲットしたキノコ？なになに、勝手に取られたんやけど、渡すとか言ってないよ。すげえ高速。なにそれ。これ、出来上がりじゃ。回数に気をつけて使えよ。まずはこの部屋のどっかに振りかけてごらん。魔法の粉を手に入れた。プラスでアイテム画面を開いて X か Y にセットしよう。あ、魔法の粉。これね、なんかね、めっちゃ楽しかったよ、私。
こやろ。ほら。うん、それでいい。敵の中にも変化する奴がいるかもしれん。なくなったら森でキノコを取ってくるがいい。新しく作ってやろう。キノコがなかったら残りを分けてやってもいいぞ。次はお金をもらうがな。敵が変化するってことは、ネズミは変わらんのかーい。そう、この魔法の粉、結構なんかいろいろ使えて楽しかったけんさ。こいつにも確か使えたはずない。ほら。あれ？はっ。ほら、間抜けな顔に。そして攻撃ができるようになるっていうね。これ取りたいけど穴ぼこだらけやけん無理っぽいな。へぐい。いや、それはいいんやけどさ、鍵はどこなんすかね？鍵は。ないんすけど。お、青いルピー。いいやん。ねえ、どこなの？追いかけてくないで。あ、こっちの方向もしか、あ、来たね。こっちの方向普通に来とるね。痛い！当たってないけど。いやー、怖い！あ、こっちの方向行ってない。多分。お、タヌキ。オラはいたずらタヌキだ。粉っぽいものが嫌いだよ。粉っぽいもの。は。何？笑った？笑ったの？お。タリン！タリンだ、タリン。あ、正面から見たらマリオっぽいかな。ふぅ、キノコをかじったらタヌキになった夢を見てたら、いや、タヌキになってたよ。何をやったか覚えてないだが、なんだか楽しかっただよ。覚えてないのか。てか、なんでタリンは襲わないの？ずるくない？私ばっかり。あ、背中にキノコめっちゃ背負っとる。ほら、もう少し休んでから家へ帰ることにするが。そうか。わかったよ。で？で、こっち、あ！やったー！宝箱！おー、なんかかわいい。テイルの鍵を手に入れた。これでテイルの扉が開く。テイルの扉。あ、また来た。その鍵を持って村の南のテイルの洞穴に行くがよい。その奥に眠る楽器を見つけ出してみよう。風の魚は待っておるぞ。ほほ、ほほ。風の魚に待たれてるのか。それは頑張るしかないよね。サリン別にあれやろ。迷子なわけじゃないやろ。めっちゃなんか座り込んどる。ペタッ、ペタッって。かわいい。座り方がかわいい。痛い。よし、オッケー。あ、なんか結構ルピー溜まったね。いい感じじゃない？よいしょ。とりあえずなんか村の南に向かわんといかんらしいんやけど。どう？痛い。痛い。ちょっとお金が溜まったけんクレーンゲームしよーっと。よっこ。あ、キョンキョンのフィギュア欲しい。目的が変わる。ボタンを押してクレーンを動かす。頑張っていく。え、でもあれ一番端やな。ヨッシーのやつよりもなんか、難しそうな気がする。どう？一回10ルピーもするけんね。お願い、一回で行ってほしい。あ、行くんじゃないこれ。やったやん。さすが。さすが。え、やるやる。ハートのかけらもこの調子で行こう。とかって調子に乗り寄ったらお金がなくなるだけみたいな。え、でも上手くない？テクってない？あ、これどうやろ？微妙。落ちそう。行けたりとか。行ける！やったやん。やばくない？やばくない？ちょ、このさ、ルピー取ってさ、お金まで稼いじゃったりとか、まあ、稼げてはないけど。多少取り返す的な。あ、これなんかめっちゃバランス悪そう。うわ、取れる。最強やん、やば、私。あ、ちょっと、待って、お金ないわ。お金ないわ。イェーイ !20 ルピー。そして、ハートのかけらー、こいつは珍しいぞ。これで4分の2。そして
キャンキャンのフィギュアを取ったらどこかに飾ってみよう。やった。やば、私。そのうち出禁になるかもしれん。なんかいろいろ取りすぎて。マリンはまだアコで歌いよんかな。あ、おるわ。タリンのこともう心配してないの？なるほどね。全く心配してなかった。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、私のね、クレーンゲームの腕前も見たところで。次はテールのホラー穴に向かえばいい？南って言ったね、砂浜の方かな？あった？そんな。もっと南？ちょっとよくわからんけど、行ってみよう。